まあ、今週のこの今日のピッチングに先週のピッチングは、まあ、あまり関係ないと思って今日は今日でまた今日の調子がありますし、相手にとっても、自分の状況が少ないと思うので、とにかく自分の力を発揮する、それが一番大事かなと思います。本当に打線という、点と点では本当につながってくる。それは、まあ、うまく打線にしないように、打たれていいバッターと打たれてはいけないバッターを、自分で考え状況判断できればいいなと思います。いいプレッシャーもかかりますし、それは自分にとって、パフォーマンスを上げてくれる一つの、要因なので、それはそれでしっかり楽しみたいと思います。もう勝つことがテーマです。